本日一兵衛さんが食べるのはブラックカレーうどんだよ、日清のどん兵衛、ブラックカレーうどん、ブラックカレー、ブラックカレー、ブラックカレーうどん。つうことで今日はブラックカレーうどんだよ。はい、粉末スープと火薬を取り出してこれにお湯を注げ、よよよよよよよん、ちょっと温めておいて、でこれに入れて熱湯をジュジュジュっと注いで、はい、注ぎます。はい、火薬を入れて粉末スープ、いいね、いいじゃね、お湯で溶く。はい、そろそろ麺が戻ったようなので、湯を切ります。そしてできました。では日清どん兵衛ブラックカレーうどん厚盛りいただきます。はい、いただきます。やっぱうどんはつけうどんに限りますな。スープはどうでしょう。うん、適度にとろみがあってうまいです。肉ですかこれは。うん、この白いのはじゃがいも。ああ、結構肉がうんと入ってますね。厚盛り最高です。皆さんも試してみてくださいね。終わり。